はい。えー、トライアル生からですね、えー、ご質問いただいたので回答していきたいと思います。えー、先ほどはペル、ペルソナについて深掘りアドバイスありがとうございます。アドバイス通りにいろいろ試行錯誤して、えー、試行してテストしてみます。ペルソナが定まって自分の中でしっくりきてるような気がしているので、一旦友達がいないようアカウント一つに集中して、いろいろツイートで試行錯誤テストやってみたいと思います。 えー、9時間経過して固定ツイートのコンバージョンが159、いいねが17。すごいですね。前なんか4とか言ってましたよね。うん。悪くない数字だと思ってます。友達がいない人が障害行動を探していたり、アフレートをやりたいとか、そういう層がツイッター内にいるという発想がなかったので、それを知ることができ、ペルソナとしては明確になったのは大きいと思います。まあ、YouTube にいる、YouTube でも、まあね、サじ、さじし見ていただければ、 友達え、みんなの銀行スペース、紹介コードって検索、こう出てきますからね、サジェストで。だから、YouTube で検索してるってことは、より身近な、多分 YouTube より軽いじゃないですか、Twitter って。どうすか ?YouTube より軽いっすよね。なんか、時事ネタとかね、今のトレンドとか、多分 Twitter で検索してますよね、今の子って。じゃあ、みんなの銀行、紹介コード、多分、検索しますよね。うん。 で今回は質問というより感想や報告みたいになってしまいました。明日以降もいろいろ試行錯誤しています。えー、って感じですかねで。ちなみに吉田さんから見たらそういうよし、ちなみに吉田さんから見たらそういう場合はどこがどこ、どこからが一番望ましいでしょうか。今ではあまりそういうことを考えずにいろいろなところが投稿してたので、いい機会なので一度お聞きしたいと思います。 どこからが一番望ましいどこからっていうのはどこなんだちょっとこれ質問の意図がちょっとよくわからないですけどどこから、うん、ちなみに吉谷さんが見たらそういう場合はどこからが一番望ましいどこからがうんまあペなんかあれですかねペルソナを 5人にして、ま前前ね、5アカウントぐらい作ってやればいいんじゃないですかっていう話をした、あまあペルソナ、こっちのペルソナ、こっちのペルソナ、だペルソナ専用のなんかそのアカウントをね、作って、で、そこでやればいいんじゃないかみたいなね、だから一つにまた一つのアカウントで、一つのアカウントでいろんな発信をするんじゃなくて、もうそのペルソナ専用の Twitter のアカウントを作っちゃって、それに訴求すればいいんじゃないかっていうような話をした、それ、それかな それれのどれが一番いいいかっていう感じですか、ね、まあそれで言うならば今結果が出てるんだからこれでいいんじゃないですか人まあねご自身でも書いてありますけど友達がいない人用に、えーまあ、集中していくとでまあ前回も言ったと思うんですけど友達いない用のペルソナだけどこっちはボットで自動である程度ひな型分低型分でボットで回すっていうので A っていうアカウントでこっちは自分であのコピーを考えていく。 っまあその,とそそのペルソ今ペルソこの友達がいない人用のペルソナのアカウントが結果がやってみたらまあまあ結果がいいぞとじゃあこれを2つに分けてじゃあ自動である程度やってもどうなのかっていうところと手動でやった場合の実験ですよねうんな感じですかねだからそとりあえずそれをやればいいんじゃないかなと思うす あの要は結果が出ているものにこうフォーカスしていく例えば僕もその友達,の友達みんなの銀行の動画をこう撮っていく中で、まあ、多分合計で70本か6070、まあ、本ぐらい撮ったと思うんですけども、まあ、一番回ってるのは1000回ぐらい回ってるんですよでなんかちょっと再生数上がったなっていうところだったらそれにちょっとやっぱかぶせてね同じような切り口同じようなタイトルなんだけどちょっと変えて。 発信するということを常に意識していや結果が出たことをまたあの投下していくっていうことですね結果が出たらまた投下していくっていうだ結果が出てるわけですからでまたかぶせていくっていうかぶせていくっていうことを僕は常に意識してやってますまあどんなこともですよ結果が出たんだったらすぐかぶせていくっていうことをやってます意識としてはうんだからまあこれはまあ販売もそうですよね まあこれはドリアカとかでも言ってますけどやっぱその例えば売れてる時が一番売れるんですよだからそのハンバーグを,ーグを今注文したその注文した時にドリンクバーだったりとかポテトとかねこれもどうですかっていうのがやっぱあの売りやすいんですよお客さんが飯食い終わってね飯食い終わって腹満帆の時にハンバーガーもう一個売れないですけどまあポテトは売りづらいですよ うんまあ、その時に売るとするならばクロスセルでデザートもどうですかですよね。まあ、それはクロスセルとしては売りやすいかもしれないですけど基本的にそのけな決済する時が一番買いやすいわけですよ。うん、今回ね僕新商品でそうあのは初めての試みでね まあ、いつも新商品一択で売ってたんですけども、この新商品に付随する、まあ僕も商品数めちゃめちゃあるので、この新商品に対して、あ、この商品も付けたらね、この商品も付けたら、あ、めっちゃええやんと。あと、リンクする商品があったんで、二つ付けたわけですよ。だから新商品を売ったんだけど、この二つは全く告知してないですよね。そのセールスレターで、これも合わせてね、もうだから PS とかで、 行ぐらいでこの商品に対して PS で産行ぐらいでこの商品もあの合わせて勉強するといいですよと。で、こちらは、えー、このキャンペーン、その新商品キャンペーン期間中、えー、こちらの商品も半額でいいですよみたいな。で、2つ,せ2つ付けたんですよ。で、そうしたらあの3個買ってくれる人まあまあいましたね。あこれめっちゃいいなとって言う。前までは売り方としてはあの、なんですかね。あの 今僕、ストライプでやってますけど、昔 PayPay の時、あ、ペイパルですね。PayPal の時は、フォーム、フォーム、フォームに入れてもらって、フォームの自動返信メールに PayPal の決済リンクとか、銀行振込みの先とか、で、そのフォームに入れたら3ーページでまた案内して、ああのワンタイムオファーですね。 で、そのワンタイムオファーでフォームでまた入れてもらったら、またそのフォームに入れた途端、3級ページでワンタイムオファーみたいな感じで、まあ1、2、2個ぐらいそのアップセルでやったりとかしてたんですよ。で、それはまあペイパルの時なんですよね。で、そのダウンロード販売、ストライプにしてもうダウンロード販売ができるようになりまして、で、そっからはそういう売り方あんましてなかったんですよ。その一緒にどうぞみたいな。まあ1個の商品に1個みたいな。 でも今回こう、ちょっとね、思いつきでやって、まあ、リンクする商品もあったんで、思いつきでやったら、もう3行ですよ。3行で、かなり良かったですね、コンバージョンレートは。うん。まあもちろんその昔にその売ってた商品なんで、買ったことある人は買ってないですけどね。だけど、新規のお客さんは結構 3, 3個買ってましたね。うん。だから今後、多分、あの、新商品を僕出すときに、この新商品に付随してこれもいいよっていうのを売り方やっていきます。 だ今回結果が良かったんでその売り方あこれいいやんっつってまあ、まあ、た多分もう定例になります定例に <laughs> PS で PS でまあ新商品のプロモーションしますで PS でこれに付随してこれもセットで勉強するとより深く学べますみたいな感じでずっと多分定例にしますだから産業で客単上がるんですよめちゃ良くないですか 昔は、そのワンタイムオファーのページの動画を作ってたんですよ。あ、お申し込みありがとうございます。で、このね、えー、A の商品はね、これからこうなんで、こうやってこうやって勉強していきましょう。で、今回 A の商品をお申し込みしてくれたあなたみたいなね。今回一度きりのご案内で特別なご案内させていただきます。みたいな動画を撮ってたんですよ。一個一個で。それが今産業で OK みたいな。<laughs> そう、産業で良くなったんで。 まあこれいいなと思ってまあつもう定例にします定例にうんだからまああの結果が出たらそこにどんどん被せていろいろやそこにこうちょっと変えたりとかなんかその透過していくっていうのは僕は大事だと思うんで、うん、だって結果が出ない0の結果が出ない0に対していくらいろいろやってもやっぱ0になりやすいじゃないですかそれ0なんだから。 でも1でも2でも結果出てるんだったらそこになんかいろいろこう試行錯誤してそこにプラスアルファ肉付けすればその 1×3 できたりとかね 1×4 できたりするわけじゃないですか今のアップセルの話だったら1の商品売るときにそういう2とか三つける二個とか3個の商品つければ一気に客単上がるわけですよねでも1個の商品だったら一それしかないわけですうんんな感じっすかね はい。ということで、その一番、どこから、どこからが一番望ましいでしょうか。まあ、結果が出てるものに集中とかしていくっていうのが望ましいと思いますけどね。うん、はい。というか。